にゃせよ、かおるみにだ。はい、ということで、もっぱんです。何もっぱんって言ったらいいんだろう。引きこもりニートもっぱんって言ったらいいのかな。これは前回私が日本から韓国に帰ってた時に、隔離をね14日間しなきゃいけないから、その韓国のお国の方から救援物資的なやつをもらうっていうね動画をあげたんですけど、まあね、その大きい段ボールいっぱいにもらったんですよ、いろいろで。まあその時にお話もしたんですけど、その中でね、私が、いくつか選んでもっぱんを、させていただくということで、今回こちらの、選手を準備しました。でね、本当その時のコメント欄にもいろいろね、何が見たいっていう、ね、リクエストもいただいたんですけれども、まあ、その中で私がちょっといろいろ抜粋して、選んだいい選手たちですのでね、一人を抜かして、今日はこれを使って、作るところからもっぱんしていきたいと思います。でもしね、これ以外に他何のなんか物資があったのか気になるって人は、前回の動画見ていただければ全部説明してますので、こと細かに。これ以外にもね、衛生キットとか、いろいろもらいましたので、ぜひね気になる方は前の動画チェックしてみてください。概要欄に書いておきます。ではね、早速、始めていきたいと思います。それではゴー。はい、ということでね、じゃあどんなものを、セレクトしたのか、まず紹介していきたいと思います。こちらビビコの豆腐キムチチゲでございます。なんかね、持った感じかなり重いんだよね。でもこれには、1、2人前って書いてあるから、そんなにね多くはないとは思うんだけど、重さはかなり重いです。書いてあるのは 460g ですね。で、電子レンジでもできるけど、まあこういうのって大体さ、電子レンジよりこう何鍋でグツグツした方が美味しいやつ多いから、今日は鍋でグツグツします。そして皆さんがこうね、私の目のすすってるところ大好きということで、ジンラーメンを、選択しまして、そして私全然本当はこれみんなが見たいって言うんじゃなかったら多分選んでないんですけど、この3分カレーそしてご飯とおかずとしてツナ缶と、それからね、キムチ、キムチ缶があるのもちょっと韓国っぽいよね、このセットの中に。とキムチ缶と、それからデザートとしてこの応答とチョコパイ、そして海苔。はい、今日はこちらでもっぱんしていきたいと思います。早速作っていきたいと思うんですけど、これ先に作ってからこれやると伸びちゃうから、まずカレーからねチンしていきたいと思います。はい、じゃあこれがお次のセコギカレーでございます。セコギっていうのは牛肉ですね、牛肉の、カレーです。で、作り方的にはご飯の上にかけて、ラップして電子レンジだよみたいなこと書いてある。はい、じゃあちょっと開けてみたいと思います。じゃん。あ、こんな感じで日本のレトルトのね、カレーとそんなに変わんない感じですね。こんな感じで、ここに上にね、こういう丸い穴が開いてるんですよ。見えるかな、ここの、このここにこの丸い穴が、お湯の中につけた時になんかこう掴むとこなくて熱いじゃん。なんかお箸をこう、お箸でこうやって引っ掛けてあげるようにある、はい、穴です。すごくない？すごい、今自信満々に喋ったけど、私も今これ初めて見たからあったかいご飯の上にかけてチンするって書いてあるんだけど、このね、ご飯にかけると多分溢れるから、ご飯をここに移してこれをかけてレンチンしたいと思います。はい、ということでご飯ができましたので、あっちな、じゃーん、めっちゃ綺麗に、あ、なんかできたわ。はい、じゃあどんなもんなのかちょっとお見せしますね。とりあえずこんな感じで撮れてなかったんだけどさ、すごい、めっちゃ角度とかさ、すごい気にして撮ったのにね、ポンコツすぎなんだけど、まあ、とりあえずね、目に見える具材が全てでございます。今ここにじゃがいもが、1、2、3、4、5切れぐらい入ってて、流しながら見えたお肉は2切れぐらいですね。まあちょっとこんな感じでレンチンしていきたいと思います。てかなんかさ、サンプルみたいじゃない、サンプル商品みたい、商品サンプル、じゃあ食品サンプル、はい、じゃあね、豆腐キムチチゲの方を作っていきたいと思います。これはなんだ、キムチチゲ用のスープと具材だそうです。そしてこれがキムチソース、この2つかな、この2つしかないんだ。まあこれにツナ入れたらツナキムチチゲができるし、サンマ入れたらサンマキムチチゲができるし、コンナムルとか入れたらこんな酔いざましキムチチゲができるしみたいな感じで、結構様々ですね。これだけあればいろんなキムチチゲが楽しめる的な感じでございます。で、はい、作り方、デレン、
水いらないじゃん。なんか普通にこの2つをなんか鍋に入れて温めればいいっぽいわ。じゃあまずこちら具材とスープですね。これがスープで、豆腐出てこい。豆腐が3切れ入っております。そしてこれがキムチソース、はい、キムチソース入れていきます。そうね、あんまり量は多くないわね。好みでお水とかをちょっと追加してくださいみたいな感じで、でもどんだけ味が濃いか分かんないから、とりあえずなんか一回作ってみます。こんな感じですね。こんな感じでキムチスープが、あ、キムチソースがあって、下のがこうだからコンドギって言って、なんだ、具材が入ってますね。でこれなんかね、韓国人の方がこれがね結構ね濃いって言ってたんですよ。なんかこうしょっぱい、だからなんかお水の調節しろって言ってたんで、ちょっと飲んでみますね。味見してみる。割と辛い。なんかさ、物足りなくないってか、キムチチゲと言ったら何ですかよ皆さん。キムチチゲと言ったら何ですかね。キムチチゲと言ったら何ですか。キムチチゲといえばラーメンじゃないですか。ということで今日はここにラーメン半分入れたいと思います。でラーメン入れるとスープをね吸っちゃうんですよ。だからもしかしたらなんかめちゃめちゃこう汁が少なくなっちゃうかもしれないから、お水をちょっと今足したんですけど、それのせいで薄くなったらラーメンスープ入れればいいなって今思いついた。でラーメン半分残ったやつは他にね、プデチゲとかやる時にも使えるので、ジップロックとかで取っといても OK です。じゃん。しょ、マジでさ、キムチチゲがお店の匂いするんだけど。キムチ缶って私買ったことないんだけど、どうなんだろう。おお、こんな感じで入ってますね。ちょっと待って、切ってあるキムチですね。え、すごい、え、すごい、なんかすごいわ。一個食べてみよう。辛すぎないし、酸っぱいキムチでもないし。そしてこっちのこれも開けよう。これはツナ缶です。じゃあもういいかな。じゃあカレー持ってきてね。はい、食べていきたいと思います。チェック、じゃじゃーん。はい、じゃあこちらが3分カレーのカレーでございます。見えます、皆さん。このご飯の上に乗っかってるのが全ての具です。そしてこちらツナ缶とキムチ、缶キムチ、キムチ缶です。じゃじゃーん、キムチチゲラーメンです。でデザートこの2つなんですけども、後でね開けたいと思います。はい、それではいただきます。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録ってインスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。すごいさ、豪華っぽいのにさ、めっちゃ手間かかってないの、すごいいいね。洗い物は2個出ちゃったけど、いただきます。じゃあ、私が本当おすすめしないって言ったら、ちょっと3分カレーの方から先食べていきたいと思います。匂い的にはすごいいいんですよ。あー、薄いんですよ。そう、薄いんですよ。忘れてた、なんか薄いんだった。日本のカレーってレトルトでも結構味が濃いっていうか、そういう感じが多いんだけど、なんかものすっごいさっぱりしてる感じ。食べればブリーってほどじゃないけど、わざわざ韓国に来て買って帰るほどではないよっていう感じ。普通のお店のキムチとまた全然味が違うんだけど、ほら見て、みんな大好きな麺ですよ。うん、これなんだったらここにさ、リチェンっていうスパムみたいなやつも入れればよかった。うわー、失敗したな。でもうまい、全然味薄くない。あ、そうだ、なんかこれだけで2週間持たなくないっていうコメントくれたかった人コメントをくれた方もいたんですけど、
この韓国、このなんていうの、コロナ禍が始まってから非対面の、ね、出前がねすごい発達したんですよ。まあ言うてもそれまでもあったけど、断然手渡して渡す出前が多かったんですよ。でも今これになってからはドアの前にね置いてってくれるから、あの全然家で普通に今まで通り出前で2週間、はい、耐えられることもできます。お家から出れない状況でも全然あの出前も頼めるし、なんかお水もさ、この2リッターが日本で足りないじゃんって方多かったんですけど、お水も全然頼めるし、だからあの地方でね、あの物資がなかったって人も結構ちらほらいて、まあ、なくても、まあ、あの出前で生き延びられるよみたいな感じ。もうすごい満足なんだけど、どうしよう。だってこれに今日はさ、デザートまであるんだよ。最高じゃん。普段のご飯とかってさ、家で食べるとさ、デザートまでないじゃん。まあ、あるお家もあるかもしれんけど、私ん家はないのね。普段よりなんか栄養素が高い気がする。じゃん。チョコパイ。私中にマシュマロが入ってる系のチョコパイあんまり好きじゃないんだけど、なんか久しぶりに食べたら美味しいわ。マシュマロより生クリームっぽい、なんかクリーム派なんだけど、なんか久々に食べたら美味しいね。でもめっちゃサパサする。で、口の中の水分全部持っていかれる感じ。忘れた。わあ、海苔食べるの忘れたわ。絶対なんかね、今日は2回やらかしたね。これで2回目ですね。はい、ということでごちそうさまでした。なんかね、普通にいつものご飯よりお腹いっぱい、普通にお店で食べるよりもお腹いっぱい。お家で食べてさ、あんまりお腹いっぱいってなんないけど、お家で食べたのにすっごいお腹いっぱいです。よしよしよしだ、これはよしだ。まあ実際隔離しながらね、あのすごい出前とかも頼んで食べるんですけど、朝とかさ、もう夜中とか出前がないです、まあ、出前ないですってとこあんまないんだけど韓国ってで時にはやっぱりね頼もしいですね。あ、めっちゃお腹いっぱいで、なんかもう人間ってさ、なんかお腹いっぱいになると、あの胃の方にね、消化する方にエネルギーを使っちゃって、脳の方にあんまりエネルギーを使わないんだって。だからお腹食べると人間はすごいバカになるらしいんだよね。バカっていうか、こうアホになるらしいんだよ。だから多分私、ご飯食べた後と食べた後のこの何、この内容の薄さこのテンションの違いみたいなのがあると思うんだけど、ぜひね、あの皆さんも難しい話、お願いがある時とかはね、ぜひあのその人とご飯を食べながらお腹いっぱいになって、こう消化が始まったぐらいに、はい、お話しするといいと思います、ということで今回は韓国からもらった、支援物資でのモッパンでした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。